はい、皆さんこんにちは。行政書士受験生向け特別講義、今日は会社法の講義ということで、私司法書士の講師をしております佐々木ひろみ、と申しますが、今日はですね、行政書士の受験生直前期ということで、今年例年これやってるんですけれども、今年のテーマといたしましては、今日1回目ね、で、なんたら委員会ということで、特にね、行政書士の受験生さん、今年も本気で合格目指してると。で、会社法を捨てたいけれども、なかなかちょっと捨てるわけにいかない。ただ中でも、このね、なんたら委員会というところは、なんかちょっとね、億劫だと、なかなか手出してないところと、聞いておりますので、ただ、やっぱりね、そこそこ必須大実績ありますよね。なんたら委員会。ということで、今年何が何でも合格決めるぞという方にとってみると、やりたくないけど、なんかやらずに本試験迎えるのは怖いなというところだと思いますので、ちょっとそこをね、今回この講義聞いていただいて、しっかりものにしてもらおうということで、進めてまいりたいと思います。で、今年で3回目となりまして、例年させていただいているんですけれども、過去の、講義で扱った分野といたしましては、例えばね、設立の登記だとか、機関だとか、そういったものをやっておりますので、だいたいなんか YouTube 乗っかってますので、YouTube 見ていただければ、検索するとなんか出てきますので、特にちょっと設立あたりがやばいわとかいう方は、その YouTube 聞いていただいてもいいですが、今年は、例年ご好評いただいてまして、今年は2回することになりました。で、今回はなんたら委員会でもう1回。で、次回ありますけれども、次回は取締役で、1回分。ということを予定しておりますので、そのあたりもですね、ちょっと行政書士の先生と、今年のどこの分野やりましょうかね、ということで相談した上で、なんたら委員会、行政書士の受験生さん、比較的苦手、ちょっとね、ほったらかしているところでも、やりたいという声が多いところということで、まとめて、一コマでやることにいたしました。で、一応進行予定といたしましたトータル2時間半を予定しておりまして、例年ね、2時間半と言ってても、なんとなく延長しちゃうんですが、一応ね、予定としては、1時間10分で、10分休憩挟んで、で、後半1時間10分ということを予定しておりますと。というところで、レジュメですね、中身欄長落長ないか、ページペラペラめくっていただきたいんですが、一応ね、まず指名委員会等設置会社やってから、その後、監査等委員会設置会社と。こういうことで、見てまいりましょう。で、このなんたら委員会を攻めるには、そもそもどういうパターンなのか、どういう作りをしているのかというところを、ものにしていくっていうのが、攻略の鍵になってきますが、で、まずね、2ページを出してみてください。で、この指名委員会等設置会社に関しては、行政書士でも過去取材実績ありますが、ただ、実際ね、実務において、すごく活用されてるかっていうと、現実そうではないんですよ。で、もともと、今ね、会社法上、なんたら委員会って、この指名委員会等設置会社と、この後やります監査等委員会設置会社、2種類ありますが、もともとはこっちの指名委員会等設置会社の方が早く採用されていたんです。で、ただ、ざっくりじゃあなんでこんなものを採用したのかと言いますと、そもそも、特に大きな会社をイメージしてみてください。でかい会社ね、上昇企業だとかね、でかい会社をイメージしていただきたいんですが、特にでかい会社だとかとすると、特に、チェック体制を強化したいと。やはり不正だとかが起きないように、チェック体制を強化したいという要請が強かったんですよ。特に、例えば、外部的に今考えても、株主さんたちに、特にでかい会社だとかとすると、株主からの直接監視が行き届かないところも多いんですよ。となると、ね、社内的には、監視体制強化するような仕組みを作りたいと。でも、そうは言ってもですね、それでですね、この仕組みを採用したいということになったんですが、なかなか、利用率が上がらなかったと。で、そういった今ちょっと問題点も含めて見ていきましょうというところなんですが、現在利用率としては、上場企業の、約 2-3% なんですよ。ねえ、ってことで、上場企業、今年で言うと平成30年で72社。上場企業全体で言うと、2-3% しか、現実利用されていなかったりはいたします。だからこそ、後に述べる、監査等委員会設置会社というものが登場するに至ったわけですが。
ね、じゃあ、監査等委員会設置会社作るんだったら、じゃあこの市民会等設置会社なくしちゃえば受験生も楽だったんですよ。なくさなかったんですね。2個走らせることにしたんですよ。ってことで、ただ、結構皆さんご存知の企業、が採用しております。例えばね、全国的な企業、上場企業で、例えばイオンさんだとかね、日本郵政だとか、あと、例えば三菱東京、三菱 UFJ だとか、三井住友だとか、三菱地所だとか、ね、三菱電機だとか、いわゆる名だたる企業だとか、が採用してるというところなんですが、じゃあね、そもそもどういう仕込みをしてるのか、ということで、見ていきましょう。そもそも、皆さんご存知の通り、会社の役員というのは株主総会で選びますよね。で、そこは同じなんです。ってことで、枠の中見てってください。まず、株主総会で、でかい企業をイメージしていますから、取締役会は当然必要となります。で、株主総会で、取締役、これを選びます。取締役会の構成員たる、取締役を選んだり、そして、不都合なものがいたら、首にするぞと、首にしたりとかね。株主総会で取締役を選ぶ、首にするっていうところは同じなんです。けれども、ここでね、取締役会の中に、特に、チェック体制を強化するという仕組みを作りました。取締役会の中にですね、3つの委員会を作ったんです。ってことで、三つの委員会を作った、その三つの委員会が、内側の楕円形ご覧いただきますと、でこちら、指名委員会、報酬委員会、そして監査委員会ということで、つまり、この指名委員会っていうのは、役員ですよ。で、そして、報酬委員会というまでもなくお金ね。で、そして、監査委員会っていうのはこれをチェックしますよということで、つまり、人、お金、そして、チェック。というもので、特にこのね、人について、そしてお金について。で、さら報酬ね、お金について。で、さらには、そのチェック体制強化したい。ということで、この3つの委員会を作りました。で、そこでね、まず、取締役会の中に、取締役会の中に3つの委員会作るってことですから、3つの委員会の構成メンバーの前提資格は取締役です。ってことで、例えばね、うちの会社には、取締役が、じゃあそうですね、6名おりますとしましょうか。うちの会社には6名の取締役がおります。で、その6名の取締役の中で、三つの委員会、掛け持ちしても構いません。ってことで、指名委員会のメンバーやったり、私は指名委員会と報酬委員会兼務してますよとか、あと、監査委員会だとか、そのメンバーを兼ねることもできる。もちろんね、委員会には所属しませんよってこともできます。ってことで、取締役会の中で、役員のメンバーで、なんたら委員会に属しない。これを、取締役会で決めていきましょうという形になるんですが、ではね、じゃあ、ちょっと後のメンバーといたしましては、後でご説明していくといたしまして、指名委員会って何をするのか、報酬委員会何をするのか、監査委員会何をするのか、ちょっと簡単にお話をしますと、指名委員会って特に人事ですよね。で、この人事っていうのは役員人事です。で、役員人事っていうのは、そもそも役員って取締り、株主総会で決めるんでしょ。でも、株主総会って、株主さんたちが役員誰にしようぜってことを自ら声上げていくんじゃなくて、議案を取締役会が株主総会に提出する。ね、例えば、取締役の来期の候補者はこの人とこの人にしてはいかがでしょうか。それについて、はい、株主様、賛成ですか、反対ですか、イエスかノーか。株主さんはそれについて議決権という形で、賛成、反対という票を投じるという仕組みを作ります。となると、役員の候補者を株主総会に挙げる、この候補者を決定するという段階で、特に人、しがらみがあると、不透明な人事というのがあっては困るので。ってことで、この、指名委員会、特にしがらみを一定程度排除した上で、候補者を決めて株主総会に挙げましょう、という仕組みを作りました。
で、そこで、いいですか、指名委員会から取締役会計参与の候補を決定するということで、上見てください。候補を決めたらですよ。ね、例えば、候補者として、XYZ はいかがでしょうかねとか、来期の候補者 XYZ はいかがでしょうかねということをこう決めて、それを株主総会に提出するんですね。もしくは、例えば、まあね、今現在の取締役 X が、どうもこれこれこういう形で、なかなか動きが良くない、といった場合には、ね、うちの会社のことを考えると、こいつは首にした方がいいんじゃねえか、みたいな時にはですね、解任議案を株主総会に提出するという仕組みを作ったりだとか。となると、やはりね、大きな企業だったりなんかすると、そのしがらみ人事というのが問題となったりする。で、しがらみを断ち切るためにはどうするかっていうと、まずね、この委員会の組織メンバーとして、ちょっと次のページ先に見てください。3ページの下。ご覧いただきますと、この3つの委員会、各委員会について、まず、委員会という以上、まあ、会議体ですから、この場合には、まず、人数としては、まあ、3名以上ね。特に多数決で物事を決めていくという形をとりますから、多数決の成立より人数としては、最低3名ですよね。ですから、最低3名は必要ですと。で、さらに、委員の前提資格として、まあ、取締役会の中に委員会を作るという組織ですから、前提資格としては、取締役資格が持っていないのに、委員のメンバーになることはできないわけですよね。ってことで、まず、丸1番、委員の全部が取締役資格、これは必要です。で、さらにはですよ、今言った、特に、まあ、社内的だと、社内的なしがらみを排除したい。ということから、特に委員の過半数は社外取締役でなければならない。で、この社外取締役っていうのは、まあ、定義といたしましては、もう講義の中で、まあ、ちょっとされていることを前提として、まあ、基本、よそから連れてきた人ですよ、ざっくり言うと。直近でうちの会社としがみがない人です。ですから、従業員がそのまま取締役に出世コースとなして登って、取締役になりました、みたいな人は社外じゃないですね。外部から人材登用したみたいなイメージです。ってなると、多数決で委員会で物事を決めていくときに、過半数社外の人間がいれば、しがらみ人事、候補者として、そういったものを排除できるでしょというところなんです。となると、ね、その指名委員会、本来だったら株主総会の議案だとかっていうのは取締役会で決めていく、取締役会全部で決めていくってことになりますが、ね、この指名委員会で候補者決めるってことは、まあ、しがらみによる候補者擁立っていうのを断ち切ることができるでしょうというふうに考えたんですね。で、ってことで、まあ、この指名委員会が株主総会に挙げる議案として、役員の候補者もしくはこいつはクビにした方がいいと。ね、何か、ちょっとね、良くない動きをしてるだとか、ああいうようなケースなんかにおいては、もう、うちの会社に損害が、こうむる前に、ね、こいつはクビにしようという議案を株主総会に出すだとか。っていうことを、まあ、ね、人事、ね、役員人事に関しては、この指名委員会にお任せしましょうと。取締役会全部で決めるのではなくてというところ。あと、まあ、各委員会、ね、また見ますと、委員の選定、そして会食権者。要は、委員会メンバーになるにはどうするかっていうと、取締役会の中に委員会作りましょうってことになりますから、取締役会で決めていく。ですから先ほど言ったように、うちの会社には取締役会、取締役のメンバー6名おりますと。じゃあ、6名のうち、誰が報酬、指名委員会のメンバーになるのか、誰が報酬委員会のメンバーになるのか、取締役会決議で決めると。株主総会で委員を選定するんじゃないんですよ。あくまでも取締役会の内部組織として、だってそもそも前提として取締役を選ぶのは株主総会でしょ？株主総会で取締役を選んで、その取締役の中で取締役会決議で、ね、しかも、社外取締役を過半数入れてよね、という形で、それぞれの委員会を構成することになります。で、さらに、また、今の図表を戻っていただくと、欠員補充。欠員補充といたしまして、例えばね、取締役がもう突然もう辞任したいと申し出てきた。でも、例えばうちの会社、今現在指名委員会ギリギリの人数3人でやってますと言った場合、そのうちの1人が辞任しますと言ってきた。ならば、委員のメンバー2人になってしまうでしょ。
それじゃ困りますね。ってことで、公認者就任するまでやってちょうだい、権利義務。とか、あと、例えば、権利義務が発生するときっていうのは、特にこれは普通の取締役でも権利義務が発生することありますね。これは権利義務の該当要件としては、任期満了または辞任によって決意が生じる状態でした。つまり、様々な退任自由がありますが、様々な退任自由の中でも、任期満了とまたは辞任の場合には、少なくともうちの会社側にとってみると、何か問題があって辞めるケースじゃないんですよ。となると、ちょっと後任者決まるまであんた仕事続けてちょうだいよっていうのが権利義務ね。となると、ね、例えば、ね、ちょっと具合が悪いので辞任させてもらえますかという場合でも、少なくとも、いやいや、うちの会社にとってみるとあんたね、行ってほしいんだよと、少なくとも後任者決まるまで仕事続けてくんねえか、みたいなことになってしまうんですね。でもですよ、決意生じる場合で、今言ったように、任期満了または辞任の場合には、少なくともうちの会社にとって都合が悪くない。でも、都合が悪い形で、もしくは続けられない状態で会社、役員が辞めることがあります。例えば死亡とかね。他にも、例えば何か犯罪を犯してしまいまして、結核自由に該当しました。となると、この場合、そもそも仕事続けさせるべきじゃないですね。権利義務じゃないでしょ。例えば、じゃあね、ある委員がですよ。特別背任罪を犯してしまいました。特別背任罪で、結核自由に該当しました。となると、もう仕事続けさせるべきではありません。で、その人実はね、指名委員会のメンバーだったんですよ。で、でことで指名委員会のメンバー突然二人になってしまいました。この場合どうするかっていうと、仮、委員ということで、これはね、通常、例えば仮取締役だとか、特に裁判所に、暫定的な、役員、このメンバー選んでもらうという仕組みなんです。この、ここに仮委員とありますが、これは普通の取締役でも、監査役でも、仮なんとかっていうのは、裁判所に行ってもらえば選ぶことはできます。よって、任期満了または辞任の場合には、そのまま仕事続けてもらえばいいけれども、後任者就任するまで続けてもらえばいいけれども、続けられない、続けさせるべきでないという人もいます。そういった場合にはもう裁判所に行くしかないですね、というとこです。で、そしてその上で、じゃあこの委員会、指名委員会で、例えば、来期の取締役の候補者どうするか、会計参与の候補者どうするか、そういった場合には、決議といたしまして、いつか、議決に加わることができるその委員の過半数が出席し、その過半数をもって行うということで、要は会議ですから、ね、会議なので、単純多数決ではないですよと。よって、例えば、委員のメンバーが、じゃあ、XYZ と3名いたとしましょうか。じゃあ、今度、来期の役員選ぼうかねって言ったときに、3名中、とりあえず2人は出席してねと。これが過半数出席ね。で、その上で、2人出席した上での過半数賛成ってことは、結果的に2人の賛成が必要です。ちなみに、3名出席した過半数賛成であれば、2人の賛成があれば OK。過半数出席、出席者の過半数賛成という形です。よって、これ、委員会のメンバーって3名以上でしょ。ですから、別にうちの会社は4名おります、5名おります。これ OK なんですね。4名いた場合には、3名出席しないと、委員会そもそも開けないんですよね。過半数出席の要件満たしてないでしょ。というところになります。過半数出席、そして出席者の過半数賛成。これは通常の取締役会でも過半数出席、過半数賛成の要件、決議要件は同じです。ただね、ここでですよ。決議のところ、もう一つ、ご覧ください。今申し上げた指名委員会の決議について、特別利害関係を有する委員は議決に加わることができない。とありますが、この特別利害関係、これ通常取締役会決議でも出てくるような話なんですが、普通の会社の取締役会決議でも出てくるような話なんですが、例えばこれどうでしょう。うちの会社の指名委員会のメンバーとして、じゃあ4人おりました。 ABC で4人が指名委員会のメンバーとしておりました。ただ A さんがね、取締役なんですが、普段からちょっと悪さばっかりやってるんですよ。
で、なかなか、もうね、ちょっと社内的にも社外的にも、A さんやばいんじゃないか、みたいな評判が立ち、まあ、出てきたんですね。となると、まあ、会社の信用失墜のためにも、まず A さんに仕事を続けさせるべきでない。どうするかっていうと、まず株主総会で A を解任しようじゃないか。という話になったときに、でも、A さんって取締役でしょ、前提として。じゃあ、A をクビにするという議案を、その指名委員会で決めるときにですよ。指名委員会で A をクビにしようという議案を株主総会にあげましょうというときに、まあおそらく A さん全力で反対しますよね。冗談じゃないと、俺をクビにする議案だと、出せるものは出してみろみたいなことを言い始めるので、こういった場合、あなたは直接の利害関係にも、直接の関係者でしょと。言った場合には、あなたは今回の解任議案の決定については黙ってなさいと。これが特別利害関係人ね。ということで、A、B、C で4名が指名委員会のメンバーで、今回 A さんはもうちょっと解任すべきだ、みたいな話になった。で、実際、最終的に決めるのは株主総会ですよ。前のページの、ここの図見てください。ですから、あくまでも、指名委員会は議案を決定するだけです。指名委員会から株主総会にビヨンと伸びているところ、ご覧いただくと、取締役会計算員の選任、解任の議案を決定し提出すると。ですから、A を解任するという議案を株主総会に挙げるときに、で、指名委員会の決議に基づいて株主総会に提出する。じゃあ、そこで A の解任議案については、あなた指名委員会のメンバーではあるけれども、あなたはここについては賛成反対は言えません。残りの B、C で、3人で、過半数出席、過半数賛成で、決めますというところなんです。あとは、それを株主がジャッジすると。というところですよね。まあ、特に、今申し上げた3ページの下のところ、図表をご覧いただくと、決議に関しては原則過半数出席、過半数賛成で決めるけれども、直接の関係者に関しては、やっぱりね、自己保身を考えてしまう議決権行使をしてしまうと、それこそ会社の信用にも影響してくるでしょう、というところになりますから、特に解任議案等については、当事者は、議決権持たないというところ。あと、さらにね、その下、兼任禁止というとこなんですが、この兼任禁止に関しては、1行目は後で、次の5ページでお話をしていきます。兼任禁止に関しては次、後で5ページでお話をしていきます。ただ、2行目だけ見てください。各委員の委員を兼ねることは可能。先ほど言いましたね。ね、ですから取締役の、例えば A さんが、私は指名委員会のメンバーでもあるし、報酬委員会でもメンバーでもありますと。ただ、取締役資格を持ちつつ、どの委員会にも所属してないっていうのも OK です。ということになると、例えば、こういうのどうでしょう。ちょっと画面の方に書いていきますが、うちの会社の取締役は、6人おりました。で、先ほどね、委員会メンバーには、過半数社外の人間を入れなきゃいけないってことになりますね。となると、最低でもその会社の取締役には、全部掛け持ちしたとしても、社外の人間2人以上必要になりますね。兼務は OK でしょ。で、それぞれの委員会メンバー過半数、まあ、最低3名、3名、3名で回すとしても、2人、2人、2人は必要ですよね。ってことで、例えば、うちの会社、ちょっと書きますね。うちの会社の取締役、として、社外の人間じゃない人 A、B、C。で、なおかつ、社外取締役として、D、E、F と。合計6名の取締役がいたとしましょう。社外の要件満たしている人が D、E、F です。A、B、C、D、E、F、全員取締役です。ではね、ここで、先ほど言ったように、兼務は可能なんでしょ？まず、A、B、C、D、E、F で取締役会開きます。で、その中で、誰がどの委員を務めるのか、ということで、例えば、じゃあね、指名委員会のメンバー誰にしようか、とりあえず、じゃあ、社外の人間2人入れるってことが絶対必要なんですよ。よって、例えば、指名委員会として、じゃあ、A、D、F にしましょう。
A、D、F。これ OK ですよね。社外の人間2人ででしょ。じゃあ、報酬委員会について、報酬委員会。これどうでしょう。B、E、F。これも OK ですよね。で、なおかつ、じゃあ監査委員会について、監査委員会について、例えば、A、A、D、F。指名委員会と監査委員会って全く同じになってますが、別に構いません。兼務は OK なんでしょ？で、さらに、例えば、C さんってどこにも属してませんよね。C さんどこにも属してませんが、それも OK です。じゃあ、ここでですね、今、指名委員会見ていきました。じゃあ次、報酬委員会に関して、中身見てください。報酬委員会は、特に、まあ、お金のことね、まあ、お手盛りだとかっていうのが問題になってたりするんですよ。お手盛りっていうのは、自分の報酬ガバガバもらっちゃえみたいな、ことが問題となってたりします。で、一応ね、株主総会で、役員全員分の報酬というのを決めるんですよ。個別の報酬に関してこの報酬委員会で決めていきますということで、ですから、取締役、執行役、会計参与の個別の報酬等を決めていきますよというところです。これもやっぱりね、しがらみがあったりすると、あの人はたくさん、大して働きもしてないのに、あの人はたくさんあげるとかいうことがあってはまずいので、社外の人間過半数交えた報酬委員会によって、ね、個別の報酬決めていく。全体の報酬は株主総会で決めるにしても、役員の個々の報酬は報酬委員会で決めると。で、さらにね、監査委員会なんですが、監査委員会に関しては、取締役、執行役、会計参与の職務執行を監査するということで、まあ、いわゆるチェックマンね。チェックマンですよというところになります。で、ちなみに、この指名委員会等設置会社においては、絶対に会計監査人の設置が必要なんです。右上ご覧ください。会計監査人。つまり、先ほど言ったように、この指名委員会等設置会社っていうのは、基本的にでかい会社を前提にしてますよね。でかい会社を前提にしてるってなると、やはりね、お金のチェックとしては、企業会計のプロがチェックしていくべきなんですね。で、この会計監査人っていうのは、そもそも前提資格として公認会計士か監査法人じゃないと会計監査人になることはできないんです。よって、企業会計のプロが、その会社のお金を、外からチェックしていきましょうというイメージです。ということで、この会計、監査委員会はあるけれども、監査委員会はもちろんお金のチェックもするけれども、業務の妥当性チェックだとかもやるんですよ。会社全般についてのチェック。これをしていきます。で、特にお金の面においては、企業会計のプロが、チェックをしていきますよと。公認会計資格を前提として会計監査人が絶対に必要で。で、それがお金をチェックします。で、そうすると、この監査員、会計監査人だって、株主総会で選んだり首にしたりすることになるんですが、で、特にね、この会計監査人、まあ、公認会計士さんだとか、監査法人がなるんですが、で、ここでね、問題となったりするのが、粉飾決算をできるだけ防止したい。粉飾を防止したいってことは、特にそのね、会計士による、ね、お金のチェック。これが大事になってくるんです。例えばね、うちの会社の取締役たちが、まあ今期、ね、あんまりいい業績良くないんですよ。で、そこで何とか粉飾をしたいと。ね、責任追及されたくないだとか、っていう時に、ちょっと公認会計さんにご相談して、ちょっとここで目つぶってもらえませんかねみたいなことあって、で、ちょっとここ、ちょっとね、数字書き換えたりなんかする、ということが、万が一あったらダメでしょ。もちろん公認会計士だって、そのね、懲戒だとかっていうのもそれ覚悟で。っていうところにはなったりするんで、まあ、ちょっとお金渡してね、ちょっとこれで黙っといてとか、いうことが、何が何でもあってはまずいんですよ。なったりすると、特に取締役の中でも、そういった、しがらみを断ち切った形で、
で、しかも、この会計監査人というのは、お金の面でまずいとこがあったりすると、ズバズバ指摘をしていくという形を取りますから、特に、取締役との関係を断ち切りたいんです。となると、取締役会全員で、会計監査人はこの人にしようみたいなことを決めるのは良くないんですね。で、もっと言うと、例えば、取締役会全員で決めたりするよりは、特に取締役と対立しがちな会計監査人を、取締役から守ってあげるという役目も果たさなきゃいけないんです。だって、言うこと聞かないと会計監査人クビにするぞみたいなことがあったら困るでしょ。会計監査人としてそこそこの報酬、結構いい報酬上げてますよという状況で、ね、うるさく厳しくお金のチェックをしてくることになると、もうオタク来期から、再任しないからね、みたいな、ことがあってはまずいんですよね。ということで、で、これはね、普通の会社でも、会計監査人っていうのは、取締役と対立しがちっていうところになるからこそ、なので、特に人事面においても先ほどね、指名委員会で取締役だとかの候補者は指名委員会で、議案を株主総会に提出すると言いました。でも、特にチェック機関として監査委員会から、会計監査人の選任解任、等に関しては提出しますと。で、会計監査人を守ってあげる機関として、監査委員会が機能していると。特に役員人事の中でも、取締役会計三役とは切り離していると。なので、選任解任等とありますが、で、もう来期からやりませんよという不再任も含めてね。もうそこまでうるさくチェックするんだったら、もう来期から再任続投なしだよと。こういうことも含めて。で、そこを決めるのが、監査委員会と。で、この監査委員に関しては、特に取締役相互のチェック、もあるし、執行役この後ご説明していきますが、もう役員等全般について全部ズバズバチェックしていく。このズバズバチェックに関しては、その下見てください。適法性監査、妥当性監査。主に業務執行等は執行役という人たちにお任せすることになりますから、その人たちが適法性監査。もちろんね、法令遵守、法に反してないかどうかのチェックも必要ですが、のみならず、うちの会社にとって今それをすることが果たして妥当かどうかも含めて。ですから、法に反しなければいいってもんでもないんですよね。例えば法に反してはないけれども、うちの会社では今それをやるべきでないという業務なんかがあったりするでしょ。となると、それをすべきじゃないんだったら、そこに監査委員会からチェックを入れると。ということで、適法監査のみならず、妥当性監査も含めてチェックしていきますよ。というところになったりいたします。うちの会社にとって今、例えばそこの分野の業務拡大をしていくことが果たして適切かどうかとかね、そういったことも含めて、適法性監査だけではない、妥当性監査も、監査の対象となるというところです。で、ってことで、ちょっと執行役等に関してはまた後でご説明していくといたしまして、こういった、特にチェック体制を強化すると、いう仕組みを作るのであれば、そこでね、まず試験対策として、この2ページの一番下、これ必ず覚えてください。で、まず機関設計といたしまして、当然ね、この3つの委員会を置くってことは、取締役会の中に3つの委員会を置きますよっていう前提ですから、取締役会がないのに委員会だけ採用しますってのはありえないんですよね。よって、取締役会設置、外社であることは大前提です。そしてなおかつ、監査役を置くことはできないというのが、だって監査役を置いちゃったら、監査委員とバッティングしてしまうでしょ。監査委員がいるんだから、監査役なんかいら、なんかって言っちゃ失礼ですね。監査役はいらないでしょってとこですよ。で、さらに、
会計監査人を置かなければならないというのが今言ったように、特にチェック体制強化しましょう。企業会計のプロをつけたいんですよね。で、あとね、ちょっとここには書いておりませんが、この、指名委員会等設置会社にするんだったら、この3つの委員会のうち、うちは指名委員会だけでいいからとかっていうのはダメなんですよ。指名委員会等設置会社にするんだったら、3つの委員会は絶対必要なんです。指名委員会等設置会社だけれども、指名委員会と監査委員会だけ必要ですとか、報酬委員会いりませんとか、そういうのダメなんです。なので、3委員会、3個1です。ですから3つセットで置いてくださいと。ちなみにね、後でやります。監査等委員会置くこともできます。だって監査委員いるじゃないですか。監査等委員会はまた後でご説明していきますが、監査等委員会というからには、監査等委員会の仕事って監査だけじゃないんですよ。監査など行う委員会を作ります。というところなので。で、後でご説明していきますが、もう要はこの指名委員会等設置会社というからには、三つの委員会を置いてください。この三つの委員会に関しては、指名委員会、報酬委員会、監査委員会の三つですから、加えて監査等委員会とか、もしくはこの監査委員会を監査等委員会にしますとか、そういうのダメなんです。勝手にアレンジするな、というところになってきます。あと、この指名委員会と設置会社の特徴として、特にね、従来の経営体制として、取締役会が、でかい会社なんかにおいては、取締役会で、うちの会社で何をするのか取締役会で決めて、で、実際取締役が動くと。つまり、決めて動くというのが自分たち取締役でやっていきました。でも、特にこの体制の会社、指名会等設置会社においては、基本的に、取締役は大事なことを決めて、なおかつ、その、チェックに、注力するというか。ね、そういった、人、お金、そしてチェックの方に、役割分担を傾けて、具体的な業務執行等に関しては、細々としたことに関しては、もう取締役たちはやらないでおき、やってもいいんですが、もう、細々としたことは、執行役という人たちにお任せしましょう。ということで、従来のスタイルだと、取締役が自分たちで決めて細々したことも自分たちでやってきたんです。でも、それだと、なかなかチェックが効かなくなってしまうので。もっと取締役はイメージ的にですよ。イメージ的に、取締役がドーンと構えて、細かいことは執行役にお任せして。で、取締役が執行役たちに目を光らせるというスタイルを取りました。ですから、いわゆる実際の行動部隊としては執行役なんです。よって、この図の下ご覧ください。取締役会の楕円形から執行役たちに向かって一定の職務執行を委託ってなってますよね。で、細々としたことなんかに関しては、もう全部執行役たちにお任せしましょうと。で、取締役会は大事なことだけ決めたりしますと。で、一定の職務執行をお任せするということになりますと、そこでですよ、例えば動きが悪かったりだとか、すれば、もしくはすごく動きがいいんだったら、来期もお願いしますよというふうに再任されるでしょうし、もしくは、もっと動きがいい人をよそから連れてくるということもあるでしょう。動きが悪かったら、お前ら首にすんぞと。いうことで、選んだり首にしたりする。これは取締役会で執行役。これを選んだり首にしたりする。で、代表者も代表執行役。執行役の中から代表執行役を選ぶということになります。で、ちなみに、執行役会なるものは存在しません。取締役会が実際の機動部隊である。で、それを選任解任を通じてコントロールするというイメージね。ってことで、
ちょっと次のページ、3ページで取締役会という部分をご覧ください。取締役会をご覧いただくと、まあ、取締役会は何をするのか、基本的な経営事項の決定です。ね、もっともっと会社の根本の基本的な経営事項を決めていく。で、そして、実際日々の細々したことっていうのは、執行役たちに様々なことをお任せするということになりますから、まあ、実際取締役会何にするのかっていうと、執行役と、まあ、実際党っていうのが、取締役、執行役、会計さんよ、まるっと全部含めて、こういった人たちをチェックすると。なので、もちろんね、さっきの図の中にもありましたように、監査委員会から執行役、代表執行役にチェック向いてますが、監査委員じゃない人たちも実際取締役を見るんですよ。けれども、まあ責任持って見るのが、監査役というところになってきます。ということで、さらに、いわゆる内部統制システムの構築に関する事項ってありますが、このいわゆる内部統制システムって何なのかというと、健全な会社経営のための、例えばリスク管理体制とかね、あと、コンプライアンスなんて言っていきますが、法令遵守。しっかり、会社が法令守って、運営できるような体制を作る。リスク管理体制。これを作っておくというところで、ですから、取締役会の行う機能というのは、もっともっと会社の中枢というイメージね。ということで、こまごまとしたことは執行役にお任せできます。でも、まあね、そういった、まあ、抽出的なもの、大事な事柄はお任せできません。で、特に、点々の枠の中。で、これを試験対策として覚えてください。まず、一定の重要事項は執行役に委任できない。これ、委任できるものを覚えていくよりは、できないものがもう条文で決まっているので。それ逆に言うと、それ以外は委任できちゃうというところなんですよ。一応ね、テキストとか見ると、できるものとか書いてあったりするんですが、もしくは、むしろできないものを覚えて、で、それ以外だったら逆に言うと、禁止規定がないので委任できちゃうよと。点々の枠の中ができないもの、下、コンファ、コンファっていうのは比較とか参照という意味なんですが、CF 執行役に委任できる事項ってあるでしょ。つまり、点々の枠内で禁止規定がないから委任できちゃうという意味なんです。まず、点々の枠内見てください。一定の重要事項は執行役に委任できない以下主なものとありますが、まあ、実際ね、できないものがそこの後ろ、会社法の416条4項に全部ずらずら乗っかってるんですよ。ただ、ね、416条4項全部覚えていくのは試験対策としてもちょっとやりすぎかなというところなので、一応、まあ、この丸1、2、3、4は覚えておかなきゃまずいよねというところ、これを見ておきましょう。まず丸1番。取締役、そして執行役の協業利益当伴取引の承認とありますが、で、利益当伴、利益相伴だとかっていうのはまた次回の取締役のところでも話をしていくんですが、で特にね、取締役執行役の協業、例えば個人でもちょっとビジネスやってるんですといった場合なんかにおいて、会社とライバル関係に立ちますよという業務を行うような場合には、場合によっては会社のノウハウを使って取締役が個人的にがっぽり儲けて会社が損するかもしれないから、そういった場合にはやっちゃいけないじゃないです。やるんだったら会社にチェックをもらいましょう、OKもらいましょう。その OK に関しては、特に会社が損をするかもしれない、その危険が高い項目といたしまして、で、それは中枢である取締役会で決めますからと。よって、執行役がそれに OK 出すなんてことがあってはいけないんです。協業の承認だとか、利益相反取引の承認に関しては、特に会社が損をする危険が高いんです。例えばこれどうでしょう。会社所有の土地を、3000万相当の土地を、で、それを執行役が1000万で購入します。みたいなことがあったらどうでしょう。会社は3000万相当の土地を手放して、現金としては1000万しか入ってこないでしょ。それまずいじゃないですか。会社2000万の損失になりますよね。これはまずいよね、ということで、この場合、そういったことやっちゃいけないわけじゃない。やるんだったら、承認をもらいましょう。まあ、現実、今の話だと承認おりませんよね。例えば今度どうでしょう。
会社が3000万円の土地を保有しているんです。でも、なかなか売ろうにも売れない土地なんですよと。例えば立地だとかの条件もあって、会社はこの土地を手放して、現金が欲しいんですと。で、むしろそういった固定資産だとかは減らしていきたい。売ろうにも不動産屋さんにもいっぱい声かけてるけれども、なかなか売れない。といった場合に、一応ね、評価額としては3000万ぐらいなんだけれども、でも、あっちこっちに声かけてるけど、なんとか売れない。でも、どうしても現金を調達して、それを例えば弁済資金に当てたいだとか、っていう時に、じゃあ、取締役は個人的に、いいよ、俺が、その土地、2800万で買ったるわ。って言った時に、今すぐ現金が欲しい会社。評価額3000万円なんだけれども、今すぐ現金2800万円が手に入るんだったら、売るのも悪い話じゃないですよね。で、しかも現金が手に入れられると、会社はそれを弁済資金に充当できますから、会社の債務減るでしょ。下手したら強制執行今すぐかけられようかみたいな状況の時にすると、現金が手に入るっていうのは会社にとってみると、まあむしろ救いの神ですよね。売りたいみたいな時には、取締役会の OK があれば売ってもいいでしょ。まあそういった場面の話ですよ。でも、そういった微妙な判断を執行役に任せるのはまずいだろって話なんですよ。よって、そういったものに関して、協業取引をするなら会社の承認もらいなさい。もしくは利益相反取引はしちゃいけないわけじゃないです。やるんだったら、本当にそれが必要かどうかも含めて、重要な経営事項の決定となりますから、するんだったら、特に取締役たちが目を光らせて、ね、チェックをしましょうと。これ執行役にその承認、の決定権を持たせると、ね、自分たちで勝手に、仲間同士でお前買っちゃえよみたいなこと言ったりするので。ということで、取締役会が、その権限は握っておかなきゃダメなんです。あと、丸2番。委員の選定及び会食。委員会メンバーは取締役の内部で取締役たちがお前がこれ委員会、私これやるこれやるっていうのを決めていくんですよ。で、その取締役会が執行役を選任解任権を通じてコントロールをするという形を取るんですね。にもかかわらず、委員の選定権限を執行役に任せてしまうと、こっちがコントロールしてるのに、で、執行役の側から、んなこと言ったらお前ら、なんたら委員首にすんぞみたいなこと言われるとですね、コントロール働かなくなるでしょ。あくまでも、取締役会が執行役、代表執行役を、チェックする、コントロールすると、監督すると、いう形を取りますから。で、委員のメンバーの選定は取締役会で決めていかなきゃいけないんです。で、さらに、今度、今の丸二番と発想同じですよ。丸三番。執行役を選んだり首にしたりするのも、これも、監督機能の一環として、取締役会が持っておかないと、やりたい放題になってしまうでしょ。取締役会が執行役の選任権、解任権を持っているからこそ、ね、監督機能が、構想すると、働くというものですよ。いいですか？執行役は株主総会では選ばないんです。執行役は取締役会が選ぶんです。だからこそ取締役による直接のチェック。まあ特にね、今イメージ的にはでかい会社でしょ？でかい会社であれば、なかなか株主のチェックが働かない。で、実際に、日々の業務の細かいところまで株主さんはチェックしてるわけではないでしょう。それを考えると、取締役会が直接執行役を、チェックしていくということが必要になる。あとは、代表執行役。代表執行役の選定会食とありますが、代表執行役、執行役の中から代表執行役を選ぶというところなんですが、ね、その代表者を選んだり首にしたりするのも取締役会。ってことで、前のページ戻ってみてください。取締役会こそが執行役を選任権、解任権を通じて監督する、チェックする、コントロールする。で、一定の職務執行を委託しますと。委託した以上、チェックするのは取締役会でしょ。よって、
これね、まあ、用語として、そこまで意識しなくてもいいんですが、一応条文上、この選任解任、選定解職という言葉、二つ出てくるんですが、何が違うのかっていうと、まずね、選任解任という言葉は普通に選ぶ首にするでいいんですが、選定解職っていうのは、前提資格があるものの中から選ぶと。ですから、執行役の中から代表執行役を選ぶので、代表執行役に関しては、選任解任という言葉ではなくて、選定解職という用語を使う。執行役の中から代表執行役を選ぶ。前提資格が必要でしょ？よってその場合の用語としては、選定解職と言っていきます。で、解職っていうのは選定の裏返し、クビにする場面です。代表権をお前外すぞと、平野執行役になっちゃうわけですよ。一定の職務執行を執行役に任せて、で、実際それをチェックしていくのが取締役会。執行役に任せたからこそ、取締役会が選ぶ組にする権限を持ってなきゃいけないんです、というところです。よって、まあ、こういった重要事項は取締役会が握ってるよと。じゃあ、日々の細々したことっていうのは、まあ、執行役にお任せできますということで、3ページのコンファ、執行役に委任できる事項として、まあ、これ見ていただくと、上の点々の枠内と違って、かなり細々したことっていうのはイメージできると思うんですよ。例えば、丸一番、重要な財産の処分譲り受け、そして多額の借財。例えば、ね、会社の工場用地を売却しようとかね。あと、多額の借財、銀行からお金借りるとかね。あと、丸二番。これね、支配人。まあ、支配人というのは、例えば支店長さんだとかのイメージですよ。例えば、東京に本店のある会社が大阪支店を持ってますと、大阪支店の支配人、つまり大阪の支店長さんね。支店長さんというのは会社代理権を持つ代理人なんですよ。大阪の業務に関しては、会社代理権を持ってますと。で、そういった、支店長さんだとか、あと、重要な使用人の選解人ってありますが、例えばこの重要な使用人っていうのは、ね、そうですね、部長さんを選ぶとかね。つまり、人事の中でも、上の点々の枠内でやった取締役だとか委員に関しては、まあ、取締役を選ぶのは株主総会ね。委員会メンバーを選ぶのは取締役会ね。執行役を選ぶのは取締役会ね。で、取締役会で選ぶもの以外は、通常なんか、支配人の選任というのは取締役会でやるんですよ。でも、もうそういった支店長さんの人事権は執行役にお任せしますと。いうこともできます。あと、例えば、取締役以上は株主総会で選びます。株主総会で選ばれた取締役の中で委員会メンバー選びます。執行役も取締役で選ぶ。執行役も取締役会で選びます。それ以外の人事に関しては、ね、もう執行役に任せちゃいましたとかね。っていうことも可能だったりはするんですね。あと、支店、重要な組織の設置等ってありますが、支店というのは会社にとってみると重要な営業拠点になりますよね。営業拠点を、例えば、大阪に置く。例えば、どこどこ支店を廃止するとか。っていうのも、もう日々の業務、日々の経営判断として、執行役にお任せできますと。ただ、当然にできるわけじゃないんですよ。委任があれば、となります。そこは会社によって決めていけば OK。例えば、支店の設置とか廃止に関しては、まあ、それは取締役会で持っておきたい。ただ、支配人の選任解任はもう執行役に任せますということも可能です。ですから、こまごまとしたことをどこまでお任せするのか、これは取締役会で決めていくんです。あと、丸三以下に関しては、まあそれぞれ見ておいてほしいんですが、特にこの中でも丸八番ね。丸八番見てください。間に略式組織再編とありますが、これ、間位略式。まあ、組織再編というのは合併だとか会社分割のことを言いますね。で、本来、合併だとか会社分割って会社にとってみると一大事ですよね。よって、本来原則的には株主総会特別決議で決めることなんですよ。でも、この間位略式の要件を満たす。まあ、例えばね、まあ、そんなにでかい規模の合併じゃないよね、と。
大きな大きな会社が小さな会社を飲み込むような合併なんかにおいて、例えば、イメージ的に、でかいでかいクジラ会社です。小さなメダカ会社がいます。クジラ会社がメダカ会社を飲み込みますという吸収合併の場合において、クジラ会社で株主総会開くほどでもあるかねと。いらないでしょ。でかいでかいクジラ会社では、小さなメダカ会社を飲み込むのは一応吸収する側ですから。けれども、そんな規模の合併であれば、でかい会社の方では株主総会開かんでいいよねと。もちろん飲み込まれるメダカ会社の方では一大事ですから、株主総会必要ですよ。今回クジラ会社側の方です。クジラ会社の方では、そんな小さな規模の、吸収合併飲み込む側であれば、株主総会開くほどでもない。でも、一応会社として意思決定は必要です。株主総会開くまでもないけれども、取締役会で本来だったら決められるんです。でも、今言ったような、でかいでかい会社の小さな会社を飲み込む合併であれば、取締役会で決める。まあ、それ程度であれば、もう取締役会でも決まっていいんじゃないと。執行役に任せちゃったらいいんじゃないと。ですから、ここの簡易略式組織再編というのは、簡易手続き、略式手続き等に関しては、もともと株主総会にかける必要がない合併等なんですよ。もともと株主総会等で決める必要がない合併等であれば、まあそういったレベルであれば、執行役に任せちゃっていいんじゃないと。いうレベルなんです。ですから、組織再編、合併等全般がという意味ではないです。もともと株主総会にかける必要のない合併等であれば、もうそれを執行役にまるっと任せちゃっていいというところです。ではね、じゃあ、こまごまとしたことを、ま、お任せされた執行役に関して、ページ4ページ行ってください。で、4ページ行きますと、今度ね、執行役に関しての記載があります。まず、先ほど言いましたように、執行役はくどいようですがね、取締役会が選ぶんですよ。取締役会が選ぶ、クビにすることによって、取締役会による、執行役、まあ、いわゆる日々のプレイヤーですよね。こまごまたちと業務執行、執行役やるんでしょ。そのプレイヤーを取締役会でチェックするというイメージなんですよ。ですから、チェック体制、チェック機能の一環として、適任者がもっともっとより適任者がいるならば、例えばその経営才覚に長けた人がよそからいるんだったら、その人連れてきて選ぶし、ね、動きが悪いんだったらクビにするぞという形を取るわけですね。で、なおかつ、括弧2番。取締役会により委任を受けた事項について業務執行を決定し、執行すると。いうことで、ね、取締役会によって、まあ、どこまで委任するかっていうのは会社によって違ってきます。ですから、会社の規模によっては、まあ、執行役、例えば執行役は3人、4人いて、かなりの部分を執行役にお任せする、してるっていう会社もあれば、執行役ってですね、最低1人いればいいんですよ。なので、最低1人いればいいってことになると、それほどあれもこれもってことはお任せできないですよね。で、それが、今度、カッコ3番ね、人数規定はない。少なくとも、執行役会なるものは存在しないので、最低3人必要ということもいらないでしょ。なんとか会という会議体であれば、会議体で物事っていうのは基本的に多数決で決めていきますから、多数決の成立する最低人数が3人ということになります。けれども、まあ、人数規定がないので、執行役会なるものは存在しないので、最低3人いなきゃいけないだとかっていうのはいらないんですよ。よって、1人しかいないんだったら、その1人が当然に代表執行役になっちゃうということです。で、ちょっと先に、下の5番ご覧ください。代表執行役ね。
今の因数規定はないというところから5番に飛びますが、代表執行役、取締役会が執行役の中から代表執行役を選定解職。この選定解職の文言が先ほど言った前提資格として執行役が必要、執行役資格を持っている人じゃなきゃダメだからという意味です。よって執行役が1名の場合はそのものが代表執行役に選定されたものとすると、で、この指名委員会等設置会社においては代表取締役はそもそもいないんですよ。つまり、執行役が実際のプレイヤーでしょ。で、それが代表権持ってる会社代表者ってことになりますので、会社代表者は代表執行役なんですよ。代表執行役で会社代表者がいるんだったら代表取締役いらないじゃないですか。ということで、まあ代表執行役、執行役の中から選んでくださいと。で、それは取締役会で選ぶんです。これは取締役会の、まあチェック体制を働かせたいんです。執行役の中から、例えばうちの会社執行役が3人おりますから、3人いるうちで選んで代表者決めますからということをやっちゃうと、代表取締役、勝手な動きをしたとしても取締役会でクビにできないのは困るでしょ。だからこそ取締役会で執行役も代表執行役も選ぶんです。悪い動きをしてると取締役会でお前クビにするぞという人事権のコントロールを働かせることができるというイメージです。で、さらにまた戻ってください、上のとこね、よく戻っていただくと、で、さらに今度括弧4番で取締役との兼務は原則可能とありますが、これ結構あります。取締役でありながら、私は実際プレイヤーでもありたいといった場合には、プレイヤーになることもできますというところなんですね。ただ、原則可能とありますが、例外、監査委員たる、取締役は、執行役との、兼任は不可なんです。で、このね、括弧4番の話、先ほどの図に戻ってみてください。先ほどの2ページの図に戻っていただくと、もちろんね、A、B、C、D、E、F 全体で取締役会を構成して、A、B、C、D、E、F で執行役に対して選任解任権を通じてコントロールを働かせているという形をとってますが、特に、監査委員会からの、執行役、代表執行役への、妥当性監査、適応性監査、まあ、特に監査が働いてるんですよね。となると、例えば、先ほど書きました、監査委員のメンバーとして A、D、F がおります。A と D は実際執行役も兼ねますってことになっちゃうと、自分で自分たちをチェックするっていう形になってしまいますから、自己監査ってほど無意味なものはありませんね。自分で自分をチェックすると、ね、大したチェック機能は期待しがたいですね。よって、この会社で言うと、先ほど A、B、C、D、E、F、監査委員会のメンバーが A、D、F であれば、例えば、B さんとか C さんとか E さんに関しては執行役になることはできます。取締役と執行役の兼務はできますが、ただ、監査委員のメンバーは自己監査になってしまうので、それはやめてね、ということです。よって、例えばね、この会社。執行役として、例えば、うちの会社執行役に、B さんは取締役と兼務しますと。なおかつ、取締役資格持たない人でも構いません。例えば、B と X と Y とかね。これが執行役になります。で、その中から、例えば、代表執行役は X にやってもらいましょうとかね。
ミーさんは、取締役資格持ってます。まあ、もちろんね、これ例えば、E さんが執行役になってもいいんですよ。E さん、社外の人間ですが、執行役になってもいいんですが、ただま、この場合、まあ、B、X、Y が執行役、そして社外、代表執行役に X になってもらうと。執行役の中から、代表執行役になってもらうという形です。あと、また戻ってください。ね、戻っていただいて。括弧5番です。で、執行役の結核自由ね。結核自由に関しては、取締役の規定を順用しておりますよ。ということで、結核自由というものは、取締役の結核自由。例えば、そうですね。青年後見人だとかね。青年非後見人だとか、例えば、一定の犯罪を犯した人。もちろん、自然人じゃなきゃダメです。法人は NG。法人は結核自由。青年非後見人結核自由。あと、例えば、一定の犯罪を犯した人。という人たちが結核自由に当たりますが、で、そういった結核自由は取締役の規定を順用しております。ちなみにね、今回の指名委員会等設置会社とは直接関係ないですが、例えば、その取締役の結核自由に関しては、ちょっと取締役の結核自由といたしまして、で、監査役も順用しています。あと、清算人も順用しています。ってことで、結核自由、監査役。監査役ってもともと指名委員会と設置会社置けないんですが、通常の会社であれば、監査役。あと、清算人も、取締役と同じです。清算人。も、結核自由は同じと。で、続きまして、今度、括弧6番、任期です。で、任期に関しては、で、まず、選任後、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会集結後、最初に招集される取締役会の集結の時までとありますが、ちょっと長ったらしくてめんどくさいんですが、ざっくり言うと、約1年。という形になるんですが、ただね、ポイントとしてここを覚えておいてください。アンダーラインの部分です。アンダーラインの部分を覚えておいてほしいんですが、まず、任期として、選任後1年以内に終了するってことは、基本、毎年改選なんですよ。よって、働きが良ければ、もちろん、再選されます。2期目、3期目選ばれます。ただ、少なくとも、毎年役員人事は見直しましょう。執行役は毎年見直しましょうと。なので、去年の働きが悪ければ、もう再任なしねってことになっちゃうシビアな世界なんですよね。ちなみに、通常の取締役。で、このなんたら委員会設置会社じゃない通常の取締役。で言うと、ちょっとページ、渡ってください。7ページを出してみてほしいです。7ページ。7ページね、ご覧いただくと、7ページの表の3段目、任期のところ、原則って書いてあるのが、これ通常の会社のスタイルです。通常の会社の取締役の任期に関しては、ざっくり言うとアンダーライン2年なんですよ。つまり、まあ2年に1回は見直しましょうと。さすがにね、毎年改選は、もうちょっと長い目で見てあげないかと。例えば1年で結果出ない業務っていうのも結構あったりしますよね。となると、まあ毎年改選ってちょっとシビアすぎるということで、基本的には原則ざっくり言うと2年なんです。
ね、ただ、ざっくりと2年なんだけれども、まあ、執行役に関してはもっともっとシビアです、というとこです。で、さらにね、もう一点。で、通常の取締役の任期に関しては、取締役を選んだりクビにしたりするのは株主総会でしょ。で、しかも、株主総会って、毎年、定時株主総会、定時っていうことぐらいですから、毎年、例えば、一定の決まった時期に開かれる。例えば、よくね、6月末とかに株主総会の集中日です、みたいな、ものがニュースとして現れて、聞かれたりすることあるんですが、例えば、通常、日本の株式会社なんかにおいて、多くが3月末決算だったりしますよね。よくね、3月末とかに、決算大セールとかやったりするでしょ、今年度の売り上げにどんと上げたいから、みたいな感じで、3月末はもう何としても売り上げが欲しいと。で、そして3月末でお金をまず一旦締めますよと。で、そして去年の1年間の業績だとかっていうのを、今度3ヶ月以内に原則3ヶ月以内に開かれる株主総会に、去年の経営成績こんな感じになりましたということを株主さんたちに報告するんですよ。で、そして、お金に関してこうなりましたっていうことで株主総会にあげて、承認をもらうという形を取るんです。で、それを踏まえて、まあもちろんね、その株主総会で、定時株主総会、毎年定時に開かれますからね。毎年だいたい3月決算の会社であれば、6月下旬ぐらいに株主総会開くんですよ。で、そして、で、そこで、役員人事も見直しましょうと。で、そんなにね、でかい会社なんかにおいては、しょっちゅう株主総会って開いてられないので、まあ、ざっくり言うと、最低でも年に1回開いてください。で、それが、去年の、経営成績だとかを株主さんに報告する機会でもありますよと。承認もらう機会でもありますよ。で、そこで株主総会開くんだったら、株主総会で役員の改正もここで決めればいいじゃん、ということになりますから。なので、ざっくり言うと、まあ、2年後、の、定時株主総会ですと。で、細かい文言に関してはもうそこまで結構です。選任後2年以内に終了する事業年の最終までに関する定時総会ってありますが、とりあえずここで分かっていただきたいのは、ざっくり言うと2年後の株主総会集結時でしょ。その2年後の株主総会で選ぶんだから、株主総会終わるときに、はい、もうあなたおしまいですと。で、そのまま続投してほしいんだったら、例えば、朝10時に株主総会開かれました。11時に来期もやってください。はい、やりますって言ったら、11時半に株主総会終わりました。そこで1期目終了。11時半から2期目スタートになるでしょ。このようにしておけば、まあ、株主総会の開催日が前後したとしても、少なくとも役員人事が切れ間なく続けられますよね。ざっくり言うと2年後の定時総会集結時、これが原則取締役の委任期なんですよ。じゃあちょっと戻ってみてください。これをもとにですよ、執行役はってなると、まあシビアですね。毎年改選ですということに加えて、さっきの取締役人事と違って、株主総会定時総会集結時じゃないんですよ。で、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する、まあ、このあたりは細かいのでいいです。その後。定時株主総会集結後、最初に招集される取締役会集結の時までと。何が言いたいのかっていうと、執行役って取締役会で選ぶんでしょ？その取締役会のメンバーが、定時株主総会で選ばれるんでしょ？ならば、まあ、こんなイメージです。例えば、6月25日に、うちの会社定時株主総会が開催されました。今年は役員の改選時期ですと。例えば、取締役のメンバーが、今度新しい取締役のメンバーとして A、B、C、D、E、F になりました。A、B、C、D、E、F で、取締役会開きました。株主総会で選ばれました。そうすると、例えば6月25日に株主総会で A、B、C、D、E、F が選ばれて、で、そしてはい、やりますって A、B、C、D、E、F、A が言いました。11時半に終わりました。で、新メンバーの取締役で、例えば6月25日の午後に集まって取締役会開くんですよ。
もしくは翌日に取締役会開くんですよ。新メンバーたる取締役で取締役会開いて、じゃあ来期の執行役人事をどうするかっていうのを決めるんですね。執行役は取締役会が選ぶからこそ、定時総会の後、一発目に行う取締役会が終わる時までに、来期の執行役決めてよね、という形をとっている。通常の株主総会の、任期は定時総会集結時、取締役の任期は株主総会で選ぶからこそ定時総会集結時。これに対して執行役は取締役会で選ぶので、通常は、定時総会で新メンバー、来期のメンバー選びました。その後、新メンバーで取締役会開きます。そこまで執行役の任期を持たせておかないと、ちょっと間空いてしまうでしょ。それはまずいよねって発想なんです。定時総会の後、新メンバーたる取締役で取締役会開きます。で、そこまで、執行役の任期は伸び、執行役の任期は続くよというイメージです。ただね、なお、定款で任期短縮は可能とありますが、まあ、さらにね、もうちょっと短くするという、うん、うち半年ごとに改選しますということは、まあ、できるはできるんですが。あと、括弧7番ね、会社との関係に関しては、まあ、一応、委任に関する規定に従います。ということで、委任に関する規定ってことは、まあ、全館注意義務ですよね。ね、取締役、執行役、まあ、全館注意義務、これ追っております。つまり、自分なりの一生懸命じゃダメなんですよ。通常、この会社の役員として求められるレベルの、手腕を発揮してください、と。ね、全館注意義務を追ってて、なおかつ、忠実義務。会社に対して忠実義務、これを追ってください。あと、これ先ほどやりました。協業利益相反取引に関しては、取締役会の承認が必要ですよ。これに関しては、執行役に委任をすることもできませんでしたね。先ほど、利益相反に関しては先ほどお話をしました。例えば会社の3000万ぐらいの土地を会社がどうしても現金必要だから、今日現金一括で2000万、2800万で買ってくれるっていうんだったら別に悪い話じゃなかろうと。取締役会で OK 出すんだったらまあいいよと。こういうのどうでしょう。協業で言いますと、例えばね、うちの会社はレストラン事業を展開しているような会社です。なんたらフードサービスみたいな形でね。でそこでですよ、すごく人気のレシピがあるんですよ。例えばそんな人気のパスタのレシピみたいなものがあってですね、それがすごい人気なんですよ。めちゃめちゃ行列のレストランなんですよ。ね。じゃあですよ、執行役がその人気レシピを使って、執行役が個人的にレストラン開いたらどうでしょう。あそこのパスタうまいじゃんみたいなことになるとですね、こっちのお客さん増えてですよ。で、しかもちょっと安いじゃんみたいなことになると、本業の方の会社のお客さん減っちゃうと困るでしょ。要は、特に執行役だとかっていうのは、取締役もそうですけども、取締役とか執行役っていうのは、会社のそういった企業秘密だとかに触れやすいですよね。それを使って、会社とライバル関係に立つような業務を行ったりすると、それによって会社が損をするのはまずいでしょ。その立場を悪用して。やっちゃいけないとは言えないんです。やるんだったら会社の承認をもらいなさいと。ですから、執行役が個人的にレストラン事業をやってみることはありなんです。でも、やるんだったら会社の OK をもらってからにしなさいと。よって、例えばね、やっぱ会社としてもレシピを盗用するだとかっていうリスクがあるんだったら、やっちゃダメと。承認は出しません。だけれども、同じようなレストラン事業を個人的に執行役やってみるとしても、例えば、まあね、会社としてやってみるにはちょっと冒険が過ぎるけれども、ちょっと試験的にこういった、なんか試してみたいだとか、っていう時には執行役個人でやってるレストランにやってもらうことっていうのも別にダメじゃないでしょ。まあ会社がそこ OK 出すんだったら、協業はありなんです。でも、あくまでもそこは大事なことですから取締役会コントロールしたいんです。勝手にやっちゃダメなんです。よって、これが先ほど出てきた3ページの上の枠の中ね。3ページの上の枠の中で、利益相反とか協業の承認に関しては
執行役に委任できないんでしょ。あくまでも取締役会がコントロールしてますよという部分です。これは執行役を取締役会がコントロールするところの一環でもあるんです。ということで、すみません前半講義長くなってしまいました。一旦10分間休憩取りまして、また後半ということにいたします。それでは休憩です。はい、それでは行政書士受験生向け、会社法特別講義ということで、後半講義なんですが、ただね、ごめんなさい、先ほどですね、ちょっと私、間違った発言を多分してしまったと思うんですが、で、ちょっとですね、先ほどね、2ページのところで、誰を執行役にするか、っていう点について、で、ちょっと自分の発言をよく、申し訳ない、覚えてないんですが、先ほどね、執行役に BXY、B さんに関しては取締役だけれども、執行役やっちゃっていいですよと。まあ、取締役と執行役の兼務は OK だと言いました。で、ただ、先ほどね、その時に、もしかしたら、A、D、F 以外だったら執行役やっていいよという話をしたんですね。で、その時、例えば、ちょっとそこの私の発言、自分の発言が、あまりちょっと自信がないのが、この中で、例えば、E さん。で、これが執行役やっちゃっていいですよという言い方をもしかしたらしたかもしれません。で、やることはできるんですが、ただ E さんこれ執行役やってしまうと、今度社外の要件を満たさなくなってしまうんですね。なので、E さんが執行役になることはできます。ただ、やったとしたら社外の要件を満たさなくなるので、他の人事を見直さなきゃいけなくなってしまいます。例えば、E さんが執行役になると、そもそも社外取締役、社外の要件を満たさなくなりますから、で、そうすると、例えばね、報酬委員会のメンバーで、社外2人の要件書くことになってしまいますね。よって、E さんが執行役になるんだったら、社外の要件満たさなくなりますから、報酬委員会で、例えば、それを D さんに代わってもらうとかね。もしくは、他の、社外取締役を株主総会に選任してもらう。ということも必要となったりします。ですから、取締役が執行役を兼ねることは原則できますよと。ただ、今まで社外だった人、社外取締役という位置づけだった人が執行役をした、をすることになったら、もうもはや、執行役ってことはもうもはやよその人間じゃないでしょ。社外の要件満たさなくなっちゃうよという形になってきます。ちょっとそこだけ、訂正させていただきます。で、申し訳ございませんでした。では、続きまして、今度ね、この指名委員会等設置会社において、5ページで、ご覧いただきたいんですが、この指名委員会等設置会社において、まあ、指名委員会等設置会社以外でも、まあ、兼ねることができない、あれとこれを兼務しちゃダメという規定、兼任禁止、というルールがありまして。で、先ほどね、まあ、今言ったように、取締役と執行役は原則兼ねることができるって言いましたよね。で、ただ、監査委員会のメンバーの人は執行役をやっちゃダメだよと、自己監査になってしまうからという言い方をいたしました。では、ちょっとそれ前提で、5ページの、まず、取締役の兼任禁止規定といたしまして、今ね、取締役と執行役は、まあ、兼任できると言いました。で、もちろんね、取締役の中で監査委員をやってる人はダメですよという言い方をしましたが、普通の取締役だったら、執行役と、まあ、取締役を兼ねることはできるんです。しかし、取締役と特にね、この指名委員会と設置会社においては、支配人だとか使用人を兼任することはできないんです。これ、指名委員会と設置会社じゃない普通の会社だったら、兼任は可能なんです。例えば、ね、大阪支店の支店長さんが、うちの会社の取締役でもありますという会社って普通にあります。でも、指名委員会等設置会社においては、取締役と支配人、もしくは、使用人というのは会社の従業員だと思ってください。
ですから、ね、例えば総務部長さんが、うちの会社の従業員、頑張って頑張って出世して総務部長になりました。で、その人が取締役になることというのはできないんですね。で、なぜダメなのかというところなんですが、先ほど言ったように、まず、取締役は執行役を、選任解任権を通じて、監督するという位置にありますよね。もちろん取締役会で執行役を、ね、選任解任権を通じて。で、ですから、まあ、書きますと、取締役は執行役を監督すると。そして、じゃあね、今度、執行役と支配人の関係、もしくは使用人の関係なんですが、まあ、いわゆる執行役っていうのは、役員として、まあ、俗に言う役員ね、経営者です。経営人です。まあ、いわゆるプレイヤーね、役員としてのプレイヤーなんですが、じゃあ実際、支配人、使用人、この人たちを指揮命令すると、ああしろ、こうしろという関係にあるんですよ。執行役は、俗に言う経営者として、ね、支配人、使用人に対して、ああしろ、こうしろ、指揮命令と。ではね、例えば、じゃあ、仮にですよ、仮に。取締役がコウさんです。そして執行役がオツさんです。で、そして、もし、コウさんが、私、支店長を兼ねてますということになると、コウさんがどっかの支店長をやってるとですよ。例えば、取締役、コウは、執行役、オツに対して、お前ちゃんとやってるかということで監督しますよね。で、そのオツが、支店長である支配人に対して、ああしろ、こうしろって言っていくんですよ。お前ちゃんとやってるかって言ったら、お前こそああしろよみたいな関係になってしまうのは、これまずいじゃないですか。監督してる立場の者が指揮命令を受けるというのはまずいでしょ。実際監督機能働かなくなりますね。よって取締役と支配人使用人を兼任することはできないんです。これあくまでも、執行役が存在する指名委員会等設置会社だからこその兼任禁止のルールなんですよ。取締役が執行役を監督する。で、その監督される立場の執行役が、支配人、使用人に対して指揮命令を働かせていく。ならば、取締役が支配人、使用人兼ねちゃうと、この系統が崩れてしまいますね。だから、指名委員会等設置会社においては、この二つの役割、兼務することはできないんです。ただ、一応ね、監督する、取締役執行役にあっても、一応ここの部分の、兼任は可能です。ただ、できないのが先ほど出てきた、前のページの括弧4番ね、4ページの括弧4番で、監査委員たる取締役は執行役との兼務はダメ。これが例外です。では続きまして、今出てきた監査委員ね。監査委員に関して、兼任禁止規定があります。で、ここで、親会社、子会社とありますが、まあ、親会社、子会社の細かい定義に関しては、もうそこまでは突っ込まなくていいんですが、まあ、株式を大量保有している方、まあ、例えば、子会社、まあ、これが子会社、おつ会社にしましょうか。子会社、おつ会社で、例えば、おつね、子会社、おつ会社。おつ会社で、うちの会社、100株発行しております。100株のうち、子会社、100株のうち、子会社が70株保有しております。その他の株主さんたちが30株保有しておりますと。うちの会社、100株のうち、保有の内訳が、子会社が70株です。で、その他の株主さんたちが30株保有しております。で、そうすると、おつ会社で何か株主総会開いて物事を決めようとすると、ほぼほぼ子会社の意向で物事決まってしまうでしょ。つまり、子会社はおつ会社を株式保有を通じて支配していると言えるんですよ。まあ、ちょっと変な言い方になりますが、おつ会社は、子会社のある意味ちょっと顔色を伺いながら、会社を運営していくという状況ね。子
子会社、おつ会社。子会社、おつ会社。まあ、親会社、子会社。で、このように、まあ、株式の関数保有してる。握ってる方が親。握られてる方が子会社。まず、ここで、ざっくり親会社、子会社の定義は、株式関数保有としていいです。まあ、実際細かい定義はもっとあるんですが、そこまで突っ込まなくて結構です。で、いいですか？じゃあ、そうするとですよ。親会社は株式保有を通じて子会社を支配してるということになりますと、親会社のチェックマンである、親会社がこの会社が、指名委員会等設置会社です。子会社は指名委員会等設置会社です。じゃあね、親会社である指名委員会等設置会社、子会社のチェックマンである監査委員は、自分とこの会社をチェックするのみならず、子会社まで含めてチェックするんですよ。だって、株式大量保有してるおつ会社で何かまずいことがあると困るでしょ？親会社のチェックマンは、自分とこの会社だけでなくて、子会社まで含めてチェックの対象、監査の対象なんです。そうすると、まずね、この監査委員に関して、自分とこ、横のこの横列は自分とこの会社ね。子会社の監査委員は、さっき言ったように、執行役を兼ねることできませんよね。監査委員ってことは前提として取締役資格を持っております。取締役ではあるけれども、執行役の兼務がダメっていうのが先ほど前のページでやった括弧4番の話。兼務はできません。のみならず、で、この業務執行取締役という言葉なんですが、まあ、この業務執行取締役って何なのかっていうと、これね、社内的な業務を実際取り行うと。まあ、一般的にはね、イメージ的には、一般的には専務取締役とかね、常務取締役だとか、っていうふうに言われる人たちなんですが、ただ、専務とか常務っていうのは、会社法上の用語ではないんです。ただ、もうね、あれやって、これやってっていうことで、例えば社内的業務、社外的な業務に関しては、代表執行役がおります。社内的な事柄等について、あれやって、これやって、ということを託された人。となると、その人たちが、ちゃんと実際、プレイヤーとして活動してるかどうか、これを、監査委員がチェックするんですね。執行役ってプレイヤーね。で、そして社内的業務、例えば専務取締役だとか、っていう人たちがいるならば、その人たちも、監査委員がチェックすると。自己監査は禁止なんでしょ？自分で自分をチェックすることになると、それほど信用ないチェックってないですよね。よって、この二つの役割を兼ねることはできないんです。そして、なおかつ、親会社のチェックマンである監査委員については、子会社の執行役、業務執行役、業務執行取締役のみならず、会計参与だとか支配人、使用人もチェックしていくことになるから、ここも兼ねちゃダメですよ、と言っていきます。よって、まあ、監査委員というのは取締役の中でも、特に、チェックする、チェックに特化する役割を担うもんだから、あれとこれも、でも自己監査になるような業務はやめてほしいというところなんです。では、ここまでが指名委員会等設置会社。で、次、監査等委員会設置会社に移りましょう。6ページをご覧ください。先ほどね、指名委員会等設置会社って、かなりの大企業は採用してるけれども、でも現実的に、上場企業のうちの、まあ、2、3% ぐらいしか、指名委員会等設置会社をやってないと。ちなみにね、いや、でもうちの会社って、執行役って肩書きの人いるけどな、と。結構あると思うんですよ。ただ、執行役という会社法上の用語としての執行役とは違ったりすることは多いです。つまり、指名委員会等設置会社制度は採用してないんだけれども、ですから、専務とか常務みたいな肩書きの一環として、執行役という肩書きを使っていることが多かったりして。ね、少なくとも会社法上の指名委員会等設置会社じゃないと、会社法上の執行役という人は存在しません。
で、じゃあね、ここで。まあ、特に大企業なんかにおいて、チェック体制を強化するという、機関設計を、ね、作りたいということから、平成15年に、この指名委員会等設置会社という制度を、まあ、特にアメリカの企業形態を真似てですね、まあ、日本に導入したんですよ。日本に導入してみたけれども、なかなか利用率が上がらなかったんです。なぜ利用率が上がらないのかっていうと、まあ、チェック体制を強化したいという要請はあったとしても、特に人事とお金、これをコントロールする委員会を作ることが、企業は嫌がったんですね。つまり、先ほどの指名委員会と設置会社の中において、3つの委員会は必須だって言いましたね。ねえ、ってことで、まあ、この指名委員会等設置会社にするならば、まあ、昔は委員会等設置会社なんて言ってたんですが、で、この指名委員会と報酬委員会、まあ、チェックを強化したいから監査委員という制度はいいねと思っていたとしても、特にその指名委員だとか、報酬委員というのを採用するのはなかなか嫌がったんですけど。三つ、セットなんです。よって、なかなか利用率が上がらなかった。三つの委員会を置くというとこにハードルが高かったんですね。よって、まあ、監査を充実させなきゃいけないという、要望はあるものの、選択肢がこれしかないってなると、なかなか利用率が上がらない。そこで、出てきたのが、監査等委員会設置会社。さっき言ったように、じゃあ監査等委員会設置会社を、まあ、平成27年から導入することになったんですね。平成27年に導入したときに、だったら指名委員会と設置会社なくしてくれれば受験生楽だったのにねと言いましたが、さっき言ったように残したんですね。一定の企業の採用はあるので。ってことで、じゃあ平成27年に、そのね、指名委員会と設置会社の中でも特に要望の強い、チェック、これを強化すると。いうことを重視して作ったのが監査等委員会設置会社っていうところで、これ結構利用率高いんですね。だいたい上場企業の4社に1社がこの監査等委員会設置会社なんですよ。なので、そこそこ利用率、まあ今も上がってきてるという状況になっていますから、まあ、なのでですね、当初これ、平成27年改正時は、これに飛びついた会社って最初 10% 未満だったんですよ。でも、今現在4社に1社。まあ大体 25% ぐらいですよね。で、今もどんどん採用している会社増えているというところなので、ってことは、まあ、そこそこ試験でもちょいちょい聞かれると。で、あとね、まあってことで、これもそもそもの仕組みをしっかり分かっておいてほしいということで、まず、先ほどの指名委員会等設置会社もそうなんですが、この監査等委員会設置会社でも、そもそものこの仕組み、これを、図式化して頭に入れていただくということが理解の早道かなというところではあります。で、指名委員会等設置会社ほど面倒くさくはないです。ってことで、まずね、株主総会が役員を選ぶというところは、取締役を選ぶというところは先ほどと同じなんですが、ここでね、まず、株主総会で、まあ、取締役のメンバーを選ぶときに、まずね、取締役の中に監査等委員会、つまりチェックマン、これを置くことにしたんです。よって先ほどの指名委員会等設置会社の中においても、取締役会の中にチェックマン取締役を設けますよね。あれと同じで、取締役会、取締役の前提資格を持つ者の中がチェックマンを選ぶということにしたわけですが、ただね、さっきの指名委員会等設置会社と圧倒的、決定的に違うのが、まず、チェックマン取締役になる人と、チェックマンじゃない取締役になる人、株主総会で選ぶときに、あなたチェックマン取締役をやってください。あなたはチェックマンじゃない取締役です。ということで、株主総会で直接チェックマンか、そうじゃない取締役なのかを選ぶことにしたんです。先ほどは、指名委員会等設置会社では、まず取締役に選ばれた、その後、株、取締役会開いて、ね、委員会メンバーを取締役会の中で決めましたよね。株主総会で、あなたなんたら委員会やってくださいとは直接決めなかったでしょ。でも、こちらの会社においては、監査等委員会設置会社においては、株主総会で、取締役を選ぶときに、あなた、チェックマンやってください。
あなたは普通の取締役でいいですと。まあいいですという言い方はあれですが。ね、監査等委員でない取締役。はい、あなた監査等委員である取締役。という形で、株主総会で、そもそもチェックマンかどうかも含めて決めるんです。で、なおかつ、チェック体制を強化したいということであれば、やっぱりね、企業会計のプロをつけなきゃいけないっていう点もさっきと同じですよ。よって、会計監査人、これが必要となります。ということで、まあね、ここでね、株主総会で取締役のメンバーとして、監査等委員会、監査等委員である取締役、そうじゃない取締役として分けて選びますと。では、それが下の1番見てください。1番ご覧いただくと、基幹設計専任と書いてありますが、まず、そもそも、この監査等委員会を採用するには、取締役会は必要です。というのが、今、上の図でご覧いただいたように、もちろんね、株主総会であなたチェックマン取締役ですよ、そうじゃない取締役ですよって選びますが、そもそも、でかい企業を前提としてるんですよね。取締役会ぐらいないとおかしいでしょ。でもっと言うと、取締役会の中に、チェックメンバーとしての監査等委員がいるというイメージですから、取締役会の存在を前提とした監査等委員会なんですよ。ですから、取締役会はないけれども、チェックマンたる、監査等委員は置きますというのはそもそもダメなんですね。そして、括弧2番。これが先ほど言った話。株主総会における選任は、チェックマン取締役というのを監査等委員である取締役と、それ以外の取締役。つまり、上の図で言うと、楕円形取締役と六角形取締役。楕円形取締役が、チェックマンじゃない取締役、それ以外の取締役ね。六角形取締役が、これがチェックマン取締役。という意味で、監査等委員である取締役、六角形取締役。そして、それ以外の取締役。六角形じゃない楕円形の取締役。これを株主総会における選任時に、選ばれるときに、あなたチェックマンやってもらえますか？あなたはチェックマンじゃない普通の取締役やってもらえますか？という意味で選任しなきゃいけないんです。そして、チェックマン取締役がおりますから、チェック機能が分散しては重複しては意味がないので、監査役を置くことはできません。そもそも、先ほど出てきた、指名委員会等設置会社においても、監査役を置けませんでしたよね。監査委員がおりますから。ここだって監査等委員おりますから、チェックマンいらないでしょ。監査役を置くことはできません。で、さらに、括弧4番、会計監査人を置かなければならない。企業会計のプロによる、ね、お金のチェック。これを働かせてくださいと。で、さらに、ですよ、括弧5番。監査等委員である取締役は3人以上で、なおかつ、その過半数は社外取締役でなければならないということ。つまり、やっぱりね、チェック体制を強化したい。チェックマン取締役。ね、これを株主総会で選ぶんですが、で、その際に、ね、社外の人間を過半数です。ですから、いいですか？全体の過半数ではなくて、監査等委員の中で過半数です。よって、例えばね、これがですよ。左側の楕円形が ABC、六角形が DEF。E と F、二人が社外であれば、全員で言うと6人中2人にはなっておりますが、まあ、ね、監査等委員会の中で過半数社外の人間がいれば、まあ、特にね、監査等委員会によって、社外、要は、社内的なしがらみを断って、チェック機能を充実させていきましょう。チェックメンバーの過半数は、社外の人間採用してちょうだいと。
と、最後のカッコ6番で、会計参与の設置は任意とあります。で、これね、基本的に会計参与っていうのは原則、すべての会社において置いてもいいし、置かなくてもいいんです。原則ね。原則として、会計参与は任意なんです。その唯一の例外として、会計参与を置かなければならないパターンとして、下に書きますね。今回ちょっと比較として、会計参与が必要となる、会計参与が必要となる唯一の例外。会計参与必至、置くことが必要となる必至ね、絶対必要となる唯一のパターンとして、まず取締役会設置会社、ちょっと今回関係参与監査等委員会設置会社ちょっと離れますよ、取締役会設置会社、で、なおかつ、非公開会社です。非公開会社。あとは、大会社ではありません。と。大会社ではありません。で、まずとりあえずここまでですか。本来ね、取締役会を置くならば、まあ、要は会社経営陣として取締役会まで経営体制強化してるんだったら、チェックマンとして、監査役を置いてほしいんです。原則的には。よって原則的には、取締役会があるならば、それなりのチェック体制を置いてほしい。よって、監査役かもしくは、なんたら監査委員だとかね。これを置いてほしいんです、原則的には。でもですよ、非公開会社であれば、まあ、そこまで、チェック体制ガミガミ言わんでもよかろうと。一応取締役会はあるけれども、非公開会社であれば、そこまでうるさく言う必要なかろうと。しかも大会社でもないんでしょ、であれば、まあ、一応取締役会は置いてるけれども、監査役をマスト、必須にしなくてもいいんじゃないかと。でも、せめて、お金に関する書類については、一応作成にプロを絡めてくださいということで、この場合には、会計参与を必要としました。ですから、取締役会設置会社、なおかつ非公開会社、大会社でありません。プラス、ここで、監査役がいない。監査役がいない場合には会計参与を置いてくださいとしたんです。いいですか。ここ の画面に書きました例外というのは、なんたら委員会云々以前のもう会社を全般としてね、会社を全般として、もともと、会計参与っていうのは、会計参与と何する人かっていうと、まず、取締役と一緒になって、お金に関する書類を作る人なんですよ。で、会計参与っていうのは、公認会計士か、もしくは税理士資格、もしくはそれらの法人ね。つまり、お金のプロが、うちの会社の書類は作成に取締役だけが作ったんじゃなくて、取締役、会計士、もしくは税理士資格を持つ人が、うちの会社のお金に関する書類一緒に作ってますから、ということになると、まあ、要は、その会社のお金の書類、信用度がアップするんですよ。お金に関する書類の作成に、会計士だとか税理士が一緒に作ってますよ。となると、その会計士だとか税理士資格をかけてお金に関する書類作ってるんでしょ？ね、ってなると、虚偽作成ということになったりすると、例えば、その税理士だとか会計士として懲戒処分を食らってしまうと。いうことになりますから、まあ、それを覚悟しない限りは、その粉飾決算だとかには関与しないでしょ？
となるとそこの会社のお金に関する書類の作成、書類作成における信頼度が上がったりすると例えば融資が受けやすくなったりだとかね、もしくは例えば取引先に、お金の書類の信頼度が上がるってことになると新しい契約を取ってきやすくなったりだとかいう効果がありますから、要は基本的には会計さんよって起きたきゃ起きなさいという位置づけなんですよ。ね、ですからどんな小さな会社でもうちの会社はね、お金の書類の作成に関しては税理士さんが一緒に作ってますからねっていうだけで、取締役が作っただけよりはやっぱり信頼度上がるでしょ。よって基本的には会計参与っていうのは原則任意機関なんです。これはなんたら委員会設置会社でもね。ねえ、ただその例外としてなんたら委員会関係なくね、関係なく、必要となるのがまず取締役会設置会社です。でも非公開会社です、大会社ではありません。なるとまあ基本的に非公開会社ってことは株主の交代もそれほど多くはないってことは、もともと株主数もそれほど多くはないことが想定されます。でも一応、会社経営陣として取締役会を置いていますと。となると、取締役会を置いてるけれども、チェックマンがいないんです。じゃあせめてお金の書類はプロが一緒になって作ってほしいと。この場合だけ、会計参与が必要。それ以外はどんな会社でも会計参与はいてもいいしいなくてもいい、起きたきゃ起きなさい。よってこのね、監査等委員会設置会社でも先ほどの指名委員会等設置会社でもそうなんです。この場合いいですか、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社でも専用のプロで、専門のチェックマンいるでしょ。専門のチェックマンがおります。監査等委員、あと前のページ、前のページでありました指名委員会等設置会社でもチェックマンいるでしょ。監査委員おりますよね。となるとまあ、会計参与はまあ言ったらいてもいいしなくてもいいです。置かなきゃいけないわけでは、置かなきゃいけないのはチェックマンである作成する側じゃなくてチェックする側の会計監査、会計監査人です。これは必要だ。なので会計監査人はチェックする側、会計参与は作る側なんですね。お金の書類、お金の書類作る側、これが会計参与、会計監査人はチェックする側という違いがあります。よって、まあ、作成する段階で、会計参与は一緒に作ってますよ、これはありなんです。ではね、ここでまたも上の図に戻りましょうか。株主総会がチェックマン取締役とそうじゃない取締役、あえて区別して選任しますよね。株主総会で取締役を選びます。でその上で、監査等委員会の取締役、まあ、監査等委員になったチェックマン取締役になった人たちは最低3人ですから、ここで委員会という会議体を構成します。まあ、大事な事柄はこの委員会で話し合って決めるんですよ。で、そこでね、この監査等委員、会で、まあ、大事な事柄で、この言葉ね、監査等委員って言ってるでしょ。つまり、この人たちがやるのはチェックだけじゃないんですよ。チェックプラスアルファの仕事をするから、監査等委員。でじゃあチェックだけじゃないんですよと言いましたね。先に8ページご覧ください。監査等委員会の職務です。チェックマン取締役、監査だけじゃないよということで、監査等と言っていくんですが、まず枠の中、監査等委員会の職務、まあ、もちろんね、監査等委員会メンバーの仕事といたしましてもいいですか。取締役会計参与の職務執行の監査及び監査報告の作成、ということで、まあ、これはまさしくチェックですよね。丸一番だけであれば
監査委員でよかったはずなんですが、監査等、丸2番ほら、等ね。ここで、株主総会に提出する会計監査人の選任解任不再任の議案内容の決定とありますが、これ先ほどね、会計監査人に関してはですよ、特に取締役と対立しがちなんですよ。だって、会計監査人がお金に関する書類をズバズバチェックしていくんでしょ？これは何ですか？これは何ですか？これダメですよ。とか、いうことをズバズバチェックしていくんですよ。取締役と対立しやすいんです。となると、その取締役から会計監査人を守ってあげる立場のものがチェックマンなんです。よって、先ほどのね、6ページの上の図をご覧いただきますと、特に取締役の中でもですよ、取締役の中でも、じゃあちょっとここにもですね、人の名前書いていきましょうか。で、先ほど、もう ABC でいいとか言いましたが、例えば、チェックマンじゃない普通の取締役としては、ABC、楕円形、普通の取締役。そして、チェックマン取締役が DEF です。となると、まあ、DEF っていうのは自分たちがチェックマンでありながら、まあ、取締役ではあるんですが、そうじゃない、じゃあ、ABC たちはチェック機能、まあ、もともと相互チェックはしなきゃいけないんですが、で、特にチェックマンとして選ばれたわけではないので、特に会計監査人のズバズバしたチェックと、ABC たちはプレイヤーとして対立しやすいんですよね。となると、まあこれね、三人三人ですが、まあ会社の規模によっては、ね、例えば、普通のプレイヤーであるマネージ、例えば、監査等いいんじゃない普通の取締役。普通の取締役はもっと人数いたりなんかすると、例えば普通の取締役が6人とかいたりなんかすると、例えば、今いるうちの会計監査人、あそこの会計士うるせえよなと。厳しいんだよ、チェック。じゃあもう今度の株主総会で、もうよその言うこと聞くような会計士に、首にしようか。今のところやめて、新しい言うこと聞く会計士にチェックにチェンジしちゃおうか。みたいなことがあってしまうと、まずいわけですよね。株主総会で会計監査人を選んだり首にしたりしますが、そもそも株主総会の議案ってのは取締役会で決めるわけでしょ。じゃあ、その取締役会で会計監査人の選任解任議案を握らせてしまうと、チェックマンじゃない取締役たちが、あいつらうるさい。ね、今いる会計監査人クビにしよう。みたいな話になってしまう。これはまずいでしょ。よって、そこから守ってあげるためには、会計監査人を守ってやる、社内的な立場として、まあ、要は監査等委員会。から、会計監査人を守ってあげる。というところです。よって、8ページ。株主総会に提出する会計監査人の選任解任不再任の議案等の内容決定に関して。これだけは取締役にお任せでき、取締役会で全員で決めるべきではないと。監査等委員で決めるべきだ。これ先ほどの指名委員会等設置会社でもそういった構造をとってましたね。2ページ戻ってみてください。2ページ戻っていただくと、監査等委員会から株主総会に右がビヨンと、下から上に向かって矢印伸びておりますが、会計監査人の選任解任等の議案を決定して提出する。これだけは、ね、指名委員会に任せていなかったでしょ。役員人事に関しては取締役会計参与の候補者等に関しては指名委員会に任せておりました。しかし、会計監査人人事に関しては、監査委員会が持っておりました。ということで、会計監査人は特に、取締役と対立しがちなんです。それから守ってあげる会社の内部の人間として、チェックマンの担う役割を担う人たちが、そこの、防波堤になってあげましょう。というかイメージなんですね。で、さらに、また戻ってください、8ページ。あと、丸三番。監査等委員以外の取締役の選任、解任、辞任及び報酬等について、
監査等委員会の意見の決定とありますが、先ほどね、なかなか指名委員会等設置会社が採用されなかった。特に、その指名委員会だとか報酬委員会という人事を握る、もしくはお金を握る、報酬を握る委員会を独立して作ることに抵抗があったんですよ。ならば、それを作らない代わりにですよ、この監査等委員会でそこについてコメントをさせることによって、少なくとも不当な人事だとか、不当なお金の流れ、報酬の流れっていうのを断ち切ることができるよね。という意味で、よくにこの丸三番に関しては、チェックというよりも、先ほど出てきた、指名委員会等設置会社の指名委員会だったり、報酬委員会だったりの役割をちょっと一部になってるみたいなイメージね。だから行う仕事は監査だけじゃないんです。監査等なんですと。で、特にね、その選任解任辞任等について、ね、例えば不当な圧力によって辞任に追い込まれたというようなことがないようにね、それについて、監査等委員会で独自に調査をして、コメントを出すということをしましょうという話です。そうすることによって、不当な圧力による辞任だとか、ね、もしくはなんかね、息のかかった人を選任しようとすることにストップをかけることもできるでしょうというところなんです。ですから、この人たちがするのは監査だけじゃないんですと。だから監査等委員会。となると、まあ、特にね、チェックプラスアルファとして、しがらみがあっちゃ困るんでしょ。だからこそ、ね、関数社外の人間を採用してくださいというのが6ページの下の括弧5番ですよ。監査等委員である取締役は、ね、3人以上。で、これは話し合って今のコメントだとかを物事決めていきますから、それ何人以上で、その関数は社外取締役でなければならないというところです。あと続きまして7ページご覧ください。ではね、ここで、この役員の任期について見ておきましょう。役員の任期について、原則形態としては先ほど、任期の原則2年、総会終結時、定時総会終わる段階で任期満了ですというふうにしておけば、今期の、例えば来期続投してほしいんだったら、また株主総会で来期もよろしくねと選んでもらえば、そのまま、続投できるでしょ?っていう形をとっておりました。で、ただ、原則2年改選というふうにしてしまうと、特に非公開会社になんかにおいてはですね、イメージ的に非公開会社って大体身内経営ですよ。身内だとか、もしくは、例えば、友達同士で会社作りました。株主の移動がそんなほど多くはありません。といったときに、2年に1回、形的にでも、役員を選任し直すのはめんどくさいじゃないですか。役員選ぶってなると、また登記も必要になったりしますからね。ねえ、ってことで、手間もかかるし、お金もかかるんですよ。それを考えると、非公開会社なんかにおいては、もともと株主言うのもそれほど多くはないんでしょ。ってなると、役員も最長10年でよかろうと。いうことで、これね、例外として、非公開会社限定なんですが、非公開会社というのは全ての株式に譲渡制限くっついてる前提ね。全ての株式に譲渡制限規定がある、会社なんかにおいては、定款規定があれば、で、ここも細かいことはいいです。最長10年。まで引き伸ばすことができます。よって、ちょっと10年は長すぎるねと、通常の任期の3倍の6年でいかがですかという定款規定を作ることもありです。ただ、実際、コスト面だとかにおいても、実際実務なんかについても、非公開会社はもう定款で10年規定を置いていることは多いです。そうすると、役員変更の登記も10年に1回で済んだりするでしょ。
ずこれが原則形態。これが普通の会社のシステムです。でもね、監査等委員会設置会社においては、やっぱりチェック体制を強化したい、というところが働きますから、まず、今言ったみたいに、非公開会社は最長10年まで引き延ばすことができますよって言ってますが、ただ、監査等委員会設置会社となるからには、伸ばすことはできないんですね。で、しかもね、結構シビアなんですよ。で、監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役、ね、この六角形取締役ね、チェックマン取締役に関しては、まあ、2年です。ざっくり言うと2年の定時総会集結時。で、もうここアンダーラインだけ見てください。チェックマンじゃない楕円形の取締役に関しては、毎年改選です。つまり、悪さしてたら来期再選してもらえないんですよね。ちょっとでもこいつ、ね、不適任じゃねえのと思ったら、来年選んでもらえないんでしょ。頑張って働きますよね。そのまま続けたければ、役員続けたければ、一生懸命働くでしょ。というようなイメージです。よって、まあかなりシビアではあるんですね。で、じゃあ、そこでね、なんで同じ取締役なのに、チェックマンだけは任期、ざっくり言うと2年で。チェックマンじゃない人は毎年改選なのか、チェックマンだって毎年改選でいいんじゃないのと思うかもしれませんが、これね、普通の会社においても、普通の会社の取締役の任期ってざっくり言うと2年って言いましたよね。普通の会社の取締役、監査役の任期って4年なんですよ。普通の会社の取締役は、2年です。でも普通の会社の監査役の任期は4年なんです。つまり、チェックする側とされる側で言うと、チェックする側、チェックマン、監査役だとか監査委員に関しては、ある程度、ちょっと地位の安定性に配慮が必要と。チェックする側に関しては、チェックされる側に比べて、地位の安定性に配慮が必要。つまり、毎年改選だと、まあ、要は、ビビってしまって、適切なチェックが期待できないという面があったりいたします。よって、通常の取締役が1年だったら、まあ、その倍の2年でいいじゃないか。普通の会社でも、原則2年なんでしょ？監査役の任期は原則4年なんですよ。まあ、それに倣って、一応半分にはしたというところではあります。しかも、チェックマンに関しては、その任期という面において、地位の安定性に配慮するということから、通常の取締役の倍に設定してあります。だから2年なんです。で、そうすると、これを定款によって短くすることができますかっていうと、地位の安定性に配慮するという法の趣旨ですから、短くすることはできないね、と。で、さらに、チェックマン以外の人に関しては、ね、定款または株主総会決議によってさらに短くすることはできるというところではあります。ラスト、7ページの下の3番だけなんですが、続きましていいですか、こちら。監査等委員会設置会社における取締役会。これ、今のね、A、B、C、D、E、F で取締役会構成しますよね。で、EF もチェックマンではあるけれども、取締役に違いないでしょ。ってことで、まず A、B、C、D、EF で取締役会開きます。これに関しては、まず、経営の基本方針、そして内部統制システム、その他業務執行を行うとともに、そして取締役の職務執行を監督する。主にこの取締役の職務執行の監督で言うと、例えば、代表取締役をチェックするだとかね。もちろん相互チェックもありますが、主にタイトルのチェック。で、あとは、そのタイトルのチェック機能の一環として、取締役会でタイトルを選ぶ首にすると。そして、原則といたしまして、取締役会原則として、重大な、業務執行の決定は取締役に委任できません。つまり、重大の業務執行に関しては、やっぱり取締役会で話し合って決めなきゃいけないんですよ。
ただその下例外として丸一または丸二の場合、これ丸一または丸二ですね、丸一または丸二の場合どちらかに当てはまれば一定事項を除いて取締役に委任できる。つまり、取締役の A さんにお任せしましょうだとか、B さんにお任せしましょうということを、ね、決めることはできるんです。本来だったら取締役会の決議で決めなきゃいけないような事柄であったとしても、まあちょっとこの点に関してはいちいち株、取締役会という会議体開くのはみんなのスケジュールの調整だとかも大変だから、取締役の A さんにお任せしましょうということができちゃうんです。で、それがね、まず丸一番。取締役の過半数が社外取締役です。で、これ取締役全体でね、社外が過半数おります。で、なおかつ、取締役会決議による委任があります。となると、やっぱりね、取締役の構成メンバーとして過半数社外の人間がいるってことは、まあチェック、まあ要はしがらみだとかが断ち切られていると言えますから。で、その取締役会決議で誰かに任せるのであれば、まあ、これ問題なかろうと。ですから、勝手に大取が A さんよろしくとか言ってるわけじゃないんですよ。大取が A さんよろしくとか、ああいうふうに言ってるわけではなくて、取締役会決議にお任せすると。あとは、丸2番。取締役会の決議により、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨の定款規定がある場合。で、なおかつ取締役会決議の委任。ですから、この丸二パターンの場合には、定款を作るということは、そもそも定款作ったってことは株主さんたちがそういった定款規定作ってくれたってことでしょ？よって、取締役の構成メンバー過半数社外の人間がいなかったとしても、こういった定款規定があれば、定款規定に基づいて、取締役会であると、一定の取締役、一定のこれらに関しては、例えばこれこれについては取締役の A さんよろしくね、ということを委任する決議ができると。ですから、まあ、どちらにしても、取締役会の決議で委任をすることは必要なんですが、ね、ただ、その取締役会決議による委任の前提として、ね、定款規定があるか、もしくは社外取締役が半数いるか、どちらかです。で、さらに戻ってください。6ページ。で、この図のところね。で、今申し上げたように、もうとにかくね、取締役会全部で業務執行の決定をしていくと。業務執行の決定をしていく。ですから、先ほどの指名委員会等設置会社なんかと、結構違うのが、指名委員会等設置会社においては、あれもこれもって執行役に、まあ、お任せすることができました。これ基本しないんですよ。取締役会で業務執行を決めていきます。今の一定の例外で取締役、個人の取締役で A さんだけに任せますとか言った場合を除いては、基本取締役会の決議で決めてください。で、実際動くのは、まず代表取締役。これが業務執行。決めるのは取締役会。動くのは、大取。で、そして、あと、社外的な会社代表権持ちますよというイメージです。で、しかも、代取のこの業務執行等が適切な代表権の行使、これをしているのかどうか、これを監査等委員会からチェックするという位置づけですから、よって代取に関しては、監査等委員でない取締役の中から選んでね、というところ。だって、監査等委員会である取締役、この六角形取締役の中から大取を選んじゃったら、自己監査になっちゃうでしょ？という意味なんです。よって、株主総会で選ばれた時点で、あなた、チェックマン取締役をやってください、六角形取締役をやってくださいって言われた時点で、あ、俺大取じゃなれないのか、というのはあらかじめなんとなく分かっている。ただ、楕円形取締役ね、チェックマンじゃない取締役に選ばれたならば、よっしゃ、俺頑張れば大取になれるかも、というイメージですよね。
ね、そして、代表取締役から会社代表権を持ちますが、で、それについては、チェックマン取締役からのチェックを受けると。まあ、特にこの監査等委員会設置会社においては、チェック体制を強化しているというところにポイントがあるんです。ということで。まあ、ね、一気に指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社、これをやると、どっちがどっちか分かんなくなってしまいますが、まあ、あくまでもそもそもの出来上がりとして、最初指名委員会等設置会社、これを、一応条文規定として、もともと会社を作っていたんです。でも、この指名委員会等設置会社、もともとは委員会設置会社なんて言ってたんですが、ね、特に、指名委員会と報酬委員会というところに企業は抵抗を示したんです。よって、この指名委員会と設置会社にするならば、3つ必ずセットなんですよ。だから利用率が上がらなかった。よって、ね、要望の強かったチェックだけを置いた委員会を作りました。でも、チェックだけをさせるんじゃなくて、やっぱり人事とお金に関しては一定のチェックを働かせたいという意味で、監査と委員会に一定のコメントだとかを出す。といったね、先ほどの、まあ、ね、会選任、解任、辞任、報酬について、意見を決定するコメントを出すということをしたわけです。ということで、以上で、講義おしまいとなります。で、なかなかね、会社を追い避ける時間、というのは限られていると思いますが、あれもこれもやろうとすると全部中途半端になってしまうと思うので、自分で会社法の学習に関しては分野を決めると良いと思います。例えば、もうね、この部分については捨てると。もう組織三編全部捨てちゃえだとかね。ね、役員とこれ、役員関係と設立はやっておこうだとか。に分野を決めて、絞ってやっていくといいのかなと思います。で、その分、ぜひですね、民法と行政法、がっつり取っていただきたいかなと思います。それで以上で終了です。お疲れ様でした。